カンガールドックカンガールドック、またはカンガールドックとはトルコ原産の犬種の一つである。別名でカラバシュアナトリアンシープドッグとも呼ばれる。なお、これと名前のよく似た犬種にカンガルードッグというものがあるが、それはオーストラリア原産のサイトハウンドタイプの犬種で全くの別物である。歴史は古く1000年以上も前から存在していた犬種である。 http://www.kenganefsanesi.net トルコ東部のスイバス県カンガル群で飼われ、牧羊犬や家畜の見張り、護身、軍用犬などに使われていた。かつては決まった犬種名がなかったが、1960年代に、この犬種がイギリスに輸出されたのをきっかけに、トルコ原産のシープドッグを分類してそれぞれ、 名前を定めようという話し合いが行われ、それにより独立した剣士として認められて、カンガール地区の剣士ということで、カンガールドックという名前を得た。現在もトルコ国内では、ほとんどが作業犬として使役されていて、あまりペットとして飼われてはいない。近年トルコ政府より国宝に指定され、記念切手が発行されたために知名度が上がってきている。 日本犬のようなショートコートで、毛色は、ホーン、グリンドル、牛乳色。それに加えて、別名のカラバシュという名にあるように、マズルと耳が黒い。堂々とした大きな体格で、足が長い。耳は垂れ耳で、尾は、サーベルテールと呼ばれる形の垂れ尾。体高は85センチメートル前後で、体重は60キログラムの大型犬。性格は賢く、飼い主に地図。 家畜の護身に刺激されていただけあって、防衛本能が高く警戒心が強いため、飼育するにはしっかりとした訓練を行う必要がある。運動量もかなり多いため、都会で飼育することは困難な犬種である。moloserdogs.com s, s,、e R D o G、s. Com カンガルドッグの写真と解説付き moloserdogs.com s, s,、e R D o G、s. Com ギャラリーマラサーワードターキッシュカンガル ドックドックブリードインフォセンター英語ありがとうございます。